今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二刀流の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、ストレートエニアグラムダヨさん、ダヨさん、 HMM ダヨさん、うん、企画タイプ6がこけた時にどうすればいいのか、うん、どうしたらいいですか、どうすればいいのか、へーん、へーん不安なんですよ、もう二等兵へーんタイプ6、タイプ6、日本人に一番多いと言われているタイプ6、うん、HMM レオさんからですね、うん、タイプ6がパートナーだとした時に、うん、まあ、タイプ6、うん、よくその漠然とした不安を抱えていて、うんうんうん、思考センターでありながら、うん、一番考えない人と言われている。なぜなら、うん、全てを考えて止まってしまった人、うん、動きが止まっちゃった人、うん、なんて言われています、うん、でよく私もその不安が強くてですね、うん、寝る前に、うん、まあ、エニアグラムのきっかけ、こういう番組をやるきっかけになったのも、うん、いや寝る前に僕はその不安を解消するために、うん、例えばその斉藤ひとりさんの、うん、あの動画とか、うん、あのなんか、うん、アファメーションで気持ちを高める方法とか、うん、その引き寄せの報告、うん、法則とかの、うん、あの動画を聞きながら、うん、じゃないと寝れなかったんですよ、うんうん、要はそのありがとう、ね、ありがとう、ありがとう、そう、ついてるついてるって言いましょうとか、うんうん、とかなんかその願ったことは、うん、あなたが願ったことは何でも叶うんです、うん、みたいな動画を聞きながらじゃないと寝れなくなってた、うんうんうん、のでその不安が強いだなっていうのはよくわかる、うんうん、で僕はでも自分がタイプ6だとその時は思ってなかったんですけど、うんうんうん、そのタイプ6、うん、あるエニアグラムのセミナーに行って、うん、タイプ7かなって、うん、で発表して発表タイプ7と思いますって自己申告して、うんうん、6って言われた、うん、でもう僕は6は一切認めてなかったんです、うん、自分が6であるわけがないと、うんうん、あの3、6、7、3、うんうんうん、でなんとなく違うかな、じゃあ5だよく本読むしでわざとあの有利するっていう技をやってました意識的に意識的に有利してするみたいな、うん、意識的に有利して、あ、俺有利タイプだ、有利タイプだ、だって5だもんってやってましたで6だよって言われて、うん、思い返すと、うん、常に何か不安、うんうんうん、このままじゃいけない、うん、っていうのを感じていて、うん、でもまあそのエニアグラムのとこで言われたのは、うん、そのあなたから不安はなくならない、うん、って言われて、うん、あ、うん、いいんだこの不安は、まあ、6の人なくさなくていいんだって、うん、だってこれなくすとまた次の不安が来るんだもんって思うと、うんうん、この不安は持っててもいい、うん、って思えるようになりました、うんうん、っていうところから、まあ、最近はその不安な動画を、うん、あの不安を解消しなければいけないっていう動画を聞かなくても寝れるようになりました、うんうん、で僕はそのなんか動画でね、うん、なんかその不安の解消するような動画がたくさんあるので、うんうん、みんながこれを聞きながら、うん、寝ていると思ってたんですよ、うんうん、で聞くと、うん、いやこんなん聞かないですよ、聞かないです、でそれで寝れるんですかみたいな、うん、のを聞いたことがあります、うんうん、なんでもしそのこの、お便りをいただいた、うん、ダヨさんは、うん、ご自身が8だと言ってらっしゃる、うんうんうん、自他共に認める8みたいな感じですよね、怖いこっちがもうディスプレイ尊敬してます、でもこういうところが6になるあ、こういうところ、こういうところが、あ、なるほど、うん、こういうところ7だと思ってたんですけど違ったんですね、違う、うん、そうで自分最近6だなと思ったのが、うん、あるお客さんと、うん、あの、まあ、仕事に打ち合わせに行きました、うんうん、でその帰り道に、あの僕基本あの、うん、生涯ダイエッターなので、うん、基本弁当なんです、うんうん、弁当持ってます、ちゃんとコントロールされた、コントロールされた弁当持ってます、ただお客さんが、うん、あの二戸さん、うん、
寿司行きましょうか、うん、言われます、うん、いいですねで僕はもう、うん、聞こえました心の声がポキッてまあでも僕も言われたら行きますよ多分よかったでも多分考え方は多分違いますよねあ寿司が食べたいって多分思う寿司が食べなんと断るとこの人嫌な思いするかなみたいなのもありますよあなるほどあ人間関係の葛藤が嫌なんであそっかそうそうそう僕はこの場を壊してはいけないと思って、うん、いいですね、うん、でポキッて折って、うん、でこれは、うん、いい大丈夫これは 夜ご飯にすればいいから、うん、本当は僕夜ご飯食べないけど今日はこの夜ご飯にしようで多分僕の場合はポキッと折っても折っても何も思わないなるほど僕はその時折ってからこういうとこが楽なんだよなって、うん、結構うじうじしてます、うん、なので僕何もそれでおしまい行っておしまいみたいな感じです僕はずっとそれをなんかああなんか、うん、これでまた帰ってご飯、うん、夜ご飯食べ て、うん、あじゃあまたダイエットしなきゃいけないみたいなのをその罪悪感みたいなところですか、ええうん、っていうのを多分ずっと持ってます、うんうん、っていうのが多分タイプ6、うん、でもそのレオさんは、うん、あの旦那さんは多分、うん、診断はやってみたと、うんうん、でも、分からないけどもレオさんは6だと思っていると6だと思ってる多分当たりですよね多分本人も6だって言っててその奥さん目線で見ても6だっていうところなので奥さん目線で見てどうですか、はいまあ、要は他人目線から見ても6ですかみたいなところが知りたかったので、はい、コメントを書いたら、はい、まあ私が見ても6にでそこで6の説明も書いていたんですよ6はこんな人ですみたいなそうですね、はいはい、でディスられましたね私で書いたらあそんな感じですっていうのが来たんでまあ多分6なのかなっていう基本、うん、図星なことをされると、うん、プッてキッてよくあの梶原さん梶作さんが、うんうん、よくカッてやるらしいんですけど、うんうん、何か言われるとすぐ反応してカッて攻撃し始めるみたいなのが多分6ですよね反応して反応して出すっていう、うん、なのでまあ図星を突かれるとこうグッてでなんでそのダイオさんは8だと自認されてる、うん、8も反応タイプ反応タイプ勝つまでやめない、うん、勝つ戦しかしない勝つまで、まあ、勝つ戦しかしないというか勝ちに行くんで、まあ、大抵相手が折れますよねっていう、うん、あのタイプ6の反応と、うんうん、じゃあどうやってこのタイプ6をね転がせばいいのかと、うんうんうんでまあ、ここもともとそのもともとのコメント質問がこけた時にどうしたらいいのか、はい、タイプ6がこけた時なのでタイプ6が押し込んでる時ってことですよねこのタイプ6をどう引っ張っていくかみたいなよくなんかタイプ6が、うん言われて嬉しいこと、うんうんうん、として嬉しいかこれあちょっと反応しちゃいました律儀な人ですね、うんうん、誠実な人ですね、うん信頼できます違うな違うこの反応が出ますねやっぱりでも基本タイプ6の人って、はい、こう頼りになる人を求めてるわけじゃないですかディスってないですもちろんタイプ6でも立派なリーダーはいますもんね、うん、立派なリーダーいますしただこうなんか基本そのまあ要はその夫婦関係がどうなのかなっていう、はいこの人頼りがいがあるって思ってついていきたいと思ってるのかちょっといいですか、はい、よくやるのが、うん、僕あのタイプ6、うん、で基本エニアグラムって、うん、あの健全度が高いと、うん、要は欠けた部分がなくなって、うんうん、円になるなんて円になる要はもう見分けがつかないなんて言うじゃないですか、うん、だからタイプの不安のないタイプ6ですよそうですでよくやるのが、うん、あの多分ねダイオさんはこれの話を聞いて多分イライラしてますよね長えと結論を言えと、 言えと申し訳ございませんあのタイプ6の僕が、ねうん、自分 の、 あの携帯にも入れてるんですけども、うん、健全度が高い状態の時の文章を書いてるんですね、うん、タイプ6の、うん、でタイプ6の健全な状態、うん、これあのドン・リチャード・リソさんの性格タイプの分析っていう本なんですけど、うんうんここですごい最高の状態、うん、タイプ6の最高の状態を言います、うんうん、自分に確信を持ち、うん、自己を信頼し、うん、独立的でありながらも対等の関係で
強制的に互いに、うん、互いに依存する、うんうん、互いなんです、うん、なんで自己に対する信頼は積極的な態度につながると同時に、うん、勇気や指導力や豊かな創造性や自己表現となって現れる、うん、って書いてるんです、うん、これかっこいいじゃないですか、うん、っていうあなたは、うん、僕はこういう人なんだ、うん、ってやってます僕は、うん、なんでこの最高な状態はあなたの最高の状態はここなんだよ、うん、って自分にアファメーションしています。結局アファメーションはしてるんですけどじゃないと心を保てないのででもそれってこう他人がするのは難しいじゃないですか。あ、だからその、うん、タイプ6のいいとこはここだよ、うん、でここのいいところを見せてくださいとで僕は自分でそうやってやってます。あ、例えば僕がこう、はい、タイプ6の二等兵とうまくやろうと思ってこれを持ち出して、はいはい、あなたはねみたいなことやってもそれなんかちょっと違う。確かにタイプ6は基本全部反対なんですよ、うん、全てに反対がタイプ6、うん、要はその新しいものに対しては拒絶なんです、うんうんうん、それは今守る今の状態を守るために新しいものは敵なんですよ、うん、これは多分日本も今そうですよね、うん、タイプ6の国だなんてよく言われますけども、システムがタイプ6システムですね。要は新しいものは基本、うんうん、出る杭は打つ、うん、でこう大丈夫かどうかしっかり検査してから世に出すみたいな、そう石橋を叩いて壊すみたいなこともよく言われるんですけども、うんうん、ただまあそう自分で発見したのはこの最高の状態を見る、うんうん、で、まあ、今回他人がって話ですからね。これは難しいな、ね、反応タイプなので。でそうすると、まあ、さっきのこの言われて嬉しい言葉っていうのが律儀な人っていうのは多分言葉があれなだけでなんか頼りになるとか、あ、頼りになるのは嬉しいと思います、うん、多分似たようなことじゃないですか、はい、こう信頼できますねみたいな誠実な人みたいなのって頼りになるとか、 あなたはいつも頼りになるわって、うん、なんかこういうことしてくれて頼りになってるみたいなそういうことが言えるといいのかなっていう。確かにそうやって言われると嫌な気はしません、うん、頼りになるわ、うん、だ言葉がなんかちょっとなんか真面目くさくてみたいなところじゃないですか。逆に、うん、あの自分が求めているもの、うん、上の人を求めるわけじゃないですか、うん、絶対大きなものを、うん、タイプ6って、うん、に慣れてるって言われるようなものじゃないですか、うん、頼りになるとかって、うんうん、あ、俺頼りにされてるんだってなると、うん、今度はそのタイプ6の仲間を守るっていう、うんうんうん、意識に目覚めるというか、うん、守らなきゃ。そうそうそう、だからその夫婦関係で奥さんがタイプ8で、はい、ボス的な位置に立ってたと、はいはい、すると、はい、まあ、あなたいつも頼りになるねっていう感じじゃないですか。お、まあ、あなたがいてくれたらみたいな俺もいつも頼りにしてみよう今ちょっと心を開きました今、うん、っていうところなのかなっていう。でもそのバカでごめんなさい、うん、タイプ8の人ってよくその、うん、自分がボスじゃないですか、はいはい、リーダーじゃないですか、うんうん、その下に、うん、自らなれるんですかね。要はそのよくちょっと不思議なのが例えばそのケンコバさんがよく、うんうん、タイプ8だなんて言われてるんですけども、うん、そのケンコバさん、うん、あの二血っていう番組で、うん、千原ジュニアさんと番組してるんですね、うん、で吉本の序列でいうと、うん、千原ジュニアの方が先輩、うんうん、っていう中で、うん、その上にっていうのが出ないのかなとかって。いや、例えば縦の世界になった時に、うんうん、上を立てれるんですかね。上は立てます立てますというかあの義理人情の人なんで、はいはい、逆にこう縦の関係は厳しいみたい な、 あ、なるほど、考え方はあったりするのでもの例えばうちの親父がタイプ8、はいはい、でよくここの動画でも例タイプ8の例としてよく出すんですけど、はい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 、うちの親父がこう職場で、はい、消防士やってるんですけど、はい、やってるっていうかもう定年退職してもうやってないんですけど、消防士の超縦社会ですよね。超縦社会でこう体育会系の超縦社会なんで、はいはい、でこう上の命令は絶対みたいなところがある、はい、でちゃんとその絶対的に命令は従うみたいなっていうのは絶対守るんですよね。おー、なるほど。上の命令は絶対だ、はい、だからまあ自分
の部下にもだから絶対俺の命令は従えっていう感じではあったりするんですけど、はいはいはい、でそういう中でこう下のものがこうなんか頼ってくるわけじゃないですか。あの所長がこんなこと言ってたみたいな、間違ってると思いますみたいな、間違ってると思ってこれどう思いますかみたいな、はい、ってなった時にうちの親父がじゃあ俺が所長に言ってきてやるみたいな感じで言いに行く、頼りになる、頼りになる。でその言い方もなんかこうただ喧嘩をしに行くっていうよりはちゃんとこう上下関係は守るんで命令なら従いますみたいな、怖い怖いでもこれは間違ってると思いますみたいな、ちゃんと言う、ちゃんと言う、そうそう意見はちゃんと言う、ただそれでもまあこういうなん仕組みシステムなのでみたいな、命令とあらば従いますみたいな、確かにあ、って言われると確かにその二血っていう番組の千原ジュニアさんとケンコバさんも、うん、確かそのケンコバさんが何かに忖度するような発言は少ないような気がします、うんうん、確かに、だから言いたい自分の意見は意見として言って、でその上で命令とあらば従いますみたいな、怖い確かに6の反応とはちょっとやっぱ違いますね、うん、全然、うん、なのでその夫婦関係言いたいことはちゃんと言うんです、うん、6は多分、うん、これは言っちゃいけないとかって多分絶対忖度しますもん、うんうん、そうだからこう相手が求めてそうな意見を言う、ああ分かる、言う言うってところじゃないですか、はい、あとなんかよく8で挙げるのが、うん、要は8は隠し事が嫌いなんですよね、うんうんうん、でも6は隠し事するんですよ、うんうん、6も先を考えてこれは言っちゃいけないことがあると、うん、まあ、隠し事っていうかそういうところですよね、はい、まあ、多分イラッとして見抜くんでしょうね、こういうところ見抜くし、見抜いた時にトラブルがちゃんと言えよみたいな、ちゃんと言ってよって、うん、そうそう多分そうなんですよね、うん、なんかこう揉めるポイントとしては多分お互いにあると思うんですよね。あ、6は空気を読んで忖度して、うん、言っちゃいけないことを隠すし、うんうん、8はストレートに言うし、言うし、でその例えば6の人ってストレートに言われると傷つくこともあるじゃないですか。そうですねそうですね、うん、っていうところで反応が起こる、ストレートに言われた時に6は6で反応が起こる、そうですね、要は対抗するのか、うんうん、落ち込むのかですね、うんうん、はい、でまた旦那さんはどっちかですね、それが、うんうん、でまあその時の気分によってもこう落ち込む時もあれば、あ、僕、あ、そうだ、結構僕、うん、反応的に出ることもあって、そう、私も結構反応するんですけど、うん、やっぱり嫁にダンって怒られるんですけど、うん、怒られると部屋に閉じこもります、うん、それは何で怒られるんですか。要はあの子供、うん、要は多分 YouTube ダメとか、うんうん、一切言わないです、うん、あなたも言ってよみたいな、あ、そうそう、そんな感じで、うん、で、あ、お前が悪いみたいなことバーンって怒られるんですけど、うん、最近怒られたばっかなんですけど怒られたばっか、その時やっぱり、うん、旬として部屋に閉じこもりますね、うん、っていう時の対処の仕方なんですかね、うん、そう、あ、旬とした時、そう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 、でも多分タイプ6は、うんうん、ほっとけばいいんですよ多分、あの場の空気を読んで、うん、あ、このままじゃいけないって多分思うと思うので、うんうんうん、多分謝ってくるのかな。それ奥さんが謝ってくる。うちは7になります。7嫁もタイプ6なので、うん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 、まあ7で始まります。うんうん、でも、まあ、家族ってそんなもんじゃないですか。まあ多分奥さんも言ったことに対して。あ、ちょっと確かにあるのかもしれません6だとしたら、はい、奥さんも6だとしたら、あ、しまったなみたいな、ちょっと反応が起きて怒ってると思うんですよね。そうですね、うん、子供の関係でちょっとイライラしてっていう反応でバーンと出ちゃったみたいなところで言い過ぎたっていうのは、言い過ぎたっていうのがあるんで多分7 で多分8もバーってなったとは、うん、多分言い過ぎたに多分なるんですよね。そう、同じ反応すると、うん、反応すれば一旦気が収まる。8の人ストレートなんで言い方きつかったりするんですよ。しかも的確、的確、自己主張的確、うん、っていうところで、何でしたっけ、タイプ8の口癖ありましたよね。さっさとしろとか、さっさとしろとか、自業自得とか、
うん、その要はタイプ6の人と8って比較的うまくいきやすいかなって僕は思うんですよね。そう、私も、うん、あの上司がタイプ8だと結構楽です、うんうんうん、要はこう引っ張ってってくれる人と、し要は、うん、なんていうんだろう、コツっていうんでしょうか、うんうん、下に引かれるコツが分かるというか、うんうん、あこうしてればいいんでしょであこれで思ってるのでうん、うん、はいはいここを押さえればいいんだよね、はいはいはいっていうのがまた見えつくと、また勝ちはカチンとくるのかもしれないですね。8、あそう、コントロールされてると思うとカチンとくるから8の人にそれは言わない方がいいとは思うけど、けどまあ関係として8の人はこう自分がボスに立って引っ張ってきた人じゃないですか。多分それは男性と女性でも多分そうなんですよね。多分そう、はい、でまあ男性がなんかプライドがあったりすることもあるかもしれないんで、はい、あれですけど、基本まあ8の人は引っ張っていきたいと思ってて、はい、6の人はついていきたいと思ってるわけじゃないですか、はい、なので引っ張っていきたい人とついていきたい人なんで基本うまくいきますよね。そうですね。なのでさっきの隊長が言った、うん、8の人が6の人に対して頼りになるっていうのが、うんうんうん、すっごい今心には響いてます。だからこう自分がこう先頭になって引っ張っていってそれを支えてくれる人みたいな感じで頼りになるんですよね、はい、6の人は。だからこう基本は相性がいいかなっていう。あで6としては、うん、こうやって下から操ってるみたいなことを思わないことですね多分。うんとまあ6としては、はい、うん、コントロールされるのが嫌な、一番嫌な人ですもんね、うん、コントロールされてはいけないと思っている、自分がコントロールしたい人なので、はい、ただそういう人にこう、まあ、根回しとか上手なんで、この人と8の人が求めてることを先回りしていろいろやってくれたりとかするので、こうすごい頼りにされるっていう、はいはい、ところで、すごいわかります。8の人は6の人多分好きですよ。今うちの会社が今そんな感じ、うん、社長が8でなような気は、うん、まあ8か1なんですけどね、うん、でただこうトラブルが起きるときってお互いなんかこう健全度が下がったときというか、まあ反応タイプ同士ですもんね、ストレスがかかってるときとかに、なんかちょっとした言葉に引っかかってみたいな、こんなこと言っちゃったとか、はい、っていうときだと思うんですよね。なんでこの、よく挙げるこのエニアグラムでパートナー探しを見るとですね、要は8から6に、6のタイプに対して好きなこととして挙げられているのが、6の人は私の勇気を褒めてくれる、うん、褒め上手だと、うん、あと私の協力をちゃんと感謝してくれる、うん、6は感謝をしてくれる、うん、あとその議論している時に、うん、私の話の筋道を外さないようにしてくれる、うん、まあ、多分ちょっと冷静に見てくれるんですかね、うん、あとは、まあ、6が求めてるところですもんね結局。そうです。 あとよく考え抜いた意見を提供してくれる、うんうんうん、ユーモア感覚がある、うんうん、で友達として誠実なところがある、うんうん、と6のことを思っていますと、うん、なのでダヨさんが旦那さんに対してそうやって思っていると書かれている、うんうんうん、で逆に私が6の人とうまくいかない、うんうん、として挙げられているのが分析しすぎだと、喋、うんうん、りすぎだと、うんうん、考えすぎだと、うん、でなんかそれがこちらの忍耐力を試されてる気がする、うんうん、いや俺を私をコントロールするなと、うん、であとはそのこの人が、うん、旦那さんが自分自身を信頼していないため、うん、依存してくると、うんうん、で、うん、決して起こらないようなことを心配している、うんうん、でもこの心配はずっと心配してますこの人は、うん、僕がそうです心配は消えません消えません。で決しあとは新しいことを試すのを恐れる、うんうんうん、まあタイプ8はどちらかというとその挑戦する人ですもんね、うんうん、やっていきたい人に対してやめとこうよ、うん、全てに反対の人、ちょっとそれこうなったらどうすんのみたいなない人、うん、であとはその安心を求めて私に圧力をかけてくる、うん、まあ多分そういう、まあ、頼りにされてる反面ってところですよね。そうですね、そういうのが全て圧力だと、うん、あとはその訳もなくひるんだり突進したりする、うんもうこれはもう反応してるんですよ。ひるんだり突進したりですので、よく言われるのが8の人が喧嘩をするときは、うん、勝てる喧嘩、うん、勝つことが目的、うんうん、6の人の喧嘩は行くことが目的なんですよ、うんうん、なんで死んでもいいんですこの人この人は死んじゃダメなんですよ、うん、勝つためだから勝ちに行く。この人はもう突っ込むことが目的になるので、うん、6の人は
ちょっと厄介です。ちょっとわーって、ちょっと厄介、わ、うん、かります。なんでよく反応ですよね、切れて向かってくるみたいな。そうですね、うん、っていう感じなので、そのまあまあと、うん、あのっていう関係だとすると、うん、まあさっきみたいにちょっとこの人が落ち込んだ時っていうのは、うん、私が、うん、あ、なのでさっきの、いいところ、はい、8の人から見て6の人いいでも、はいはい、いいところ、はい、の部分は多分関係がいい時は多分そういう感じ、関係がいいというか自分にストレスがかかってない時は多分そういうふうに見れてると思う、ね、に見える、そう、6がそういうふうに見えてる、うん、はい、で自分8の人にストレスがかかってくると、はい、ちょっとイライラしたりするとちょっとした6のそういう行動が目につくようになる。考えすぎだなとか、もうそんなことやってさっさとやれみたいなこと、消えません消えません、これは消えません多分思ってくるんで、はい、多分そうなった時にちょっとその気持ちを抑えましょうってところだと思うんですよね。そこでこう出しちゃうと本当喧嘩が始まったりとか反応します、反応します、相手もうまくいかない、あ、うまくいかないっていう部分をそのまま出すと多分嫌な思い、慎重になりすぎなんだよみたいな。そうですね、あの言われて嫌なことは、うん、臆病とか、うん、小心者とか、うんうん、要はついてるんですよね、うんうん、それは、うんうん、的確についついてるところなので、うん、そこを疲れると、うん、そうじゃないしっていうのを見せたくなって、うん、この人は勝つことも目的じゃなくて、うん、突っ込むことが目的になって突っ込んでくる、喧嘩を始めるっていう、うん、だからその8の人がストレスかかった時にそういう反応をする、はい、6の人に対して自分のイライラをぶつけるわけじゃないですか、はい、的確に的確に、はい、でそうした時にこう喧嘩になるので、はい、なんかさっきのような例、自分、あ、人、まあ、俺に依存、俺にっていうか、まあ、女性なんで私に依存しすぎとかって言われると確かになんか来るものがありますね、なんかっていうのを、捨てねえしってなんかっていうのをなんか言いた、多分自分のにストレスがかかった時はそういうのが態度に出たりすると思うんですよね。なるほど。なんでそういうのをちょっと我慢しましょうみたいな。そうですね。で逆にその逆のパターンもあるっていう、まあね、うん、タイプ6がタイプ8に対して思うこと、うんうん、としましては、その他人の思惑を8は気にしないから頼りになる、うん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 、とか裏表がないみたいなことですね。僕のために行動して守ってくれる、うんうん、多分男性でも多分そういうところはありますよね、うんうんうん、やっぱり、あとは自らの立場をきちんと話してくれるので、うんうん、僕は憶測しなくていい、うんうん、何を言えばいいですかって言わなくても、うんうん、立場が明確だと、うんうん、明確にしてくれるあとはその自信があるから勇敢な行動を決定してくれる、うんうん、決定が苦手です、うん、わかります。 でも、まあ、8とうまくいかないなっていう時は、うん、優しい、僕の優しさを弱い、うん、弱いっていう表現で見てる、うん、とか、まあ、同様に喧嘩をする時、議論をする時は、うん、やっぱ強い意志を持ってるから、うん、あの議論が白熱すると、うんうん、あとは私に命令しようとするのが嫌だ、うんうん、っていうふうに思ってるみたいです、うん、なので、まあ、全く確かおっしゃる通り健全度の受け止め方でやっぱり全然、うん、受け止め方なので、こう6の人がちょっとストレスかかってる時とかは多分こういうことを思い出す、はい、思うようになるので、はい、こういつも命令しやがってって思ったりする。要は弱い人ねみたいな扱いをされると、うん、イラッとすると思います、うんうんうん、だからあの旦那が降りた時は、うん、頼りになるわっていうと、うんうん、ちょっとおってタイプ6の仲間を守らなきゃモード、うんうんうん、あの気質の輝きは勇気なんて、うんうん、タイプ6は言われています。そう、健全度が高いとそういう勇気が出てくる、はい、なんで、うん、あの健全度が高い、うん、タイプ6の姿を、うんうん、あの教えてあげるのもまた難しいんですけど、全てが反対ですからで、まあ、ちょっと自分でこう、そうですね、見つけてじゃないと、まあ、タイプ6はあの思考タイプなので、うんうん、あのエニアグラム好きだと思うんですけどね、うん、こういうのあるよって言うと、はい、
でもしか旦那さんがタイプ6だと辞任されてるなら話は早いと思います、うん、タイプ6にはこれがいいよってこれがいい ここだよって、うんうん、でもタイプ6だと認めてない場合は、まあ、認めさせるのは難しいんですけどね、うん、タイプ6だよってで、まあ、要はこう喧嘩トラブルになった時とかっていう話でいくと多分さっきの話、はい、うん、もう自分にストレスかかった時はちょっとそういった部分はちょっと我慢するとか俺立ってくださいだから弱いみたいなことを言われると傷つくっていうか反応する反応しますよ反応しますよカーッキャーってきますよなるので、まあ、そういうことは言わないようにしましょうとか、はいはいはい、多分そういうでその6の人がストレスかかってくるとコントロールしようとしてるんじゃないかって思う8の人に対して、はい、俺のことをコントロールしようとしてるみたいなことを思うタイプ6がねタイプ6が思うので、はいはいはい、そういう行動をしだすまあ多分コソコソし始めるんでしょうねそうそう6はコントロールされないようにとか、ね、でそれに対してこうイライラしないあこの人今健全度落ちてんだなみたいな感じで冷静で見てあげるっていうのが重要なのかなって、はい、そうですね、うん、健全ご自身が健全度が高い状態であるとして周りを見る周りを見るだからそこにこういちいち反応するとどん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 こう2人で健全度下がっていくので、はいはい、なるべくこう自分は健全度高くなんかこう相手が健全度落ちたような行動を取ったとタイプ8の統合の方向は2ですもんね、うん、愛ですと愛ですと自ら愛を捧げる、うん、なのでこう6が落ちて落ちたような行動を取っててもこう見守ってでも多分その時タイプ6は、うんうん、あなたをコントロールしようとしていますしようとして何らかの方、うんまあ、空気を読んでるんでしょうね、うん、はい。で多分コントロールされるのはタイプ8も嫌いじゃないですかそうですねでそこに対して反応しないようにしましょうみたいなところですよねそうですあこの人今健全度落ちてコントロールしようとしてるから見透かされてる気がしますっていうなんかまあ自分の健全度高くないとできないことですけど自分の健全度高く高くいれば、うん、そうですよね高くいれば2のようにこう優しくこう多分あの話が長いと思ってますよね結論を言えと言えと申し訳ございません、はい、もしがまた違ってたらお便りをいただければ、うん、取り直しますとりあえず話が何聞きたいことはそこじゃないとおっしゃってください、うん、でもちょっとあのタイプ6の掘り下げにもなったのかなと思ってます、うんうんうん、タイプそうですねタイプ6とタイプ8の、はいうん、以上でございます、はい、ミッションクリアしたかどうかは大吉さん次第ですが次第ですけどありがとうございました、はい、あのチャンネル他の方々もぜひ何かエニアグラムのことでこんなことやってくれみたいなことがありましたら全然勉強のためにコメントをいただければと思ってます、はい、ありがとうございましたチャンネル動画長いと思った人は 1.5 倍速で再生するといいと思います、はいはい、ありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます、はい